はいどうも、きみちゃんです。きみちゃんのゲーム実況チャンネル。というわけで今日はですね、セガ60周年記念ゴールデンアックス2ですね。60周年で無料で、毎日ゲームを配ってる第4弾ですね。ゴールデンアックスの 3D、グラフィック版ということでね、やってみたいなと思います。ね、ちょっとね、僕のパソコンが古いんで、かなり環境を落としたんですけど、それでも描画がちょっと遅い感じですね。これ剣振るとね、なんか止まるんですね。肩を。斬新みたいな。ああ斬新ですよね。この、で、よく昔からあるこの、同時押しで後ろに行くみたいですね。これ強攻撃と、攻撃が強と弱があるのかな。あら、消えちゃった。うん。なるほどね。今ちょっといろいろ操作、敵が来る前に。なんか言ってきたよ。ああ。ははっ。ははっと思って笑っちゃった。なかなか結構面白いじゃないですか。この強攻撃で倒すと面白い。あ、でも隙が多いのかな。ああ、やられてる。特大ジャンプ攻撃はどこに行ったんでしょう。なくなっちゃった。ジャンプした月みたいなやつ。あれ、ないな。ジャンプした月みたいのがないんですね。なんだ。あれ、そういう、魔法もないのかな。魔法もないっぽいですね。あれ、何にもないのこれ。背後攻撃だけですよ。ジャンプした月みたいのもないんですよ。投げとかあるか、ちょっと確かめて。投げとかもないんで。ああ、ちょっと。あ、投げとかそういうのもないんですよね。あ、なんか、溶鉱炉みたいな。溶鉱。意外に、こう、淡白ですね。それだけなのかな。これだけなのかな。だってあれだもんね、キャラクター選択もなかったもんね、最初。女の子とか、ギリアス・サンダーヘッドしかいないから。まあ、そこが無料たるゆえんですかね。昨日の、竜が如くのゲームも、一面を延々繰り返すって感じだったんで。ネット見てたら十何面もやってる人いたんですけど。でも早々にもやめました。おっと、これは淡白ですよ。しかも操作が何、十字キーが効かないんで、アナログキーで動かしてる。ね、あんまりあれなんだ。ダッシュがしづらい。待って、何これ。ため技とかできるの。いや、あんま関係ないね、これ。ボタン押すとなんかね、ためられるんだけど、あんま意味ないね。いやってやるんですけど、このジャンプ、大ジャンプした隙がないんで、全然面白くて。攻撃もね、これあれですね、弱攻撃だけやってた方がいい。隙が、台はね、隙が多すぎてダメです。これ。なんか拾えるのこれ。まあいいや、いっか。ジャック・ザ・デボー。僕ね、リスニング能力があんまないんで、なんて言ってくれるかわかんない。あれ、もう敵、もうボスじゃないのこれ。
もうデスアダーっぽいやつは座ってますけど。あ、やっぱそんなレベルのゲームなのかな。とにかくね、攻略法としては弱攻撃ですね。もう隙が、台は隙がありすぎてダメです。この1,2 で 1,2,3 1,2 で止めると最後に台を上げた。これいいですね。弱弱台とか、そして台弱弱とかあって、台、あ、なるほど、台台弱弱、台台弱、あ、弱弱台がいいですね。あ、デスワードですか、いきなり出てこないで暗転。え？え？終わり？何これ？嘘！もう終わりなのこれ。あー、というわけで、盛り上がることなく、デスアダー。デスアダー。え、嘘でしょ。終わりっぽいですね。もう一周。